東山魚物とは、室町幕府八大将軍、足利義政によって収集された、絵画、茶器、花器、文具などの章。東山は、義政が山荘を営んだ、東山の地にちなむ。ただし、その中には、室町幕府の歴代将軍から継承されたものが、多数含まれ、また、江戸幕府の歴代将軍の収集物が、流栄魚物と呼ばれるのに対する意味で、 室町幕府歴代将軍の収集物全体を指して、東山魚物と呼ぶ場合もある。なお、明治以前には、東山殿魚物、東山殿の魚物、東山殿の御所持などの故障が用いられており、東山魚物の四文字表記が出現するのは明治に入ってからである。なお、東山魚物の章が普及したのは、草原社、佐藤全州によるところが大きいとする説がある。 吉政の祖父にあたる足利義光や父の足利義則ら歴代将軍は、動物志向が強く、日民貿易により、宋元などの中国絵画を収集し、天山、道遊などの肝臓院が押された。吉政基には、動物の管理や鑑定を行っていた、同胞収納網が、巨物語貨目録を編纂し、材質、形態別の分類を行い、画家屋が大、 三者などを記した。また、脳網は他にも東山魚物について戦術した、近大艦左有長期を表している。だが、王人、文明の乱により散逸したものや、諸大名に、過失されたり、幕府財政難のために土葬に売却されるなどして、地方に移ったものの中には、そのまま行方不明になったものも、少なくない。安土桃山時代に入ると、吉政を、 佐道の祖として崇敬する風潮が、茶人の間で生まれ、東山魚物の茶器が重んじられるようになった。現代に残る東山魚物の多くが、国宝や重要文化財に指定されている。ほか、ありがとうございます。